はい、皆さん、こんにちは。アメリカ小林です。今日はですね、テニスの話題です。イタリア国際が、今決勝を残してまだ残ってますけども、大坂なおみ選手、錦織選手ともに、ベスト8で、敗れました。終わりました。錦織選手は、アルゼンチンのシュワルツマンに負けましたけども、大坂なおみさんは棄権しました。ベスト8で、理由がこの右親指の付け根、本人こうやって指さしましたね、ここが朝起きたら痛くて握れなかったみたいんですよ。握れなかったらしいんですよ、ここ力が入んなかったらしいんですよね。それでまあ急遽まあ危険ということになりました。それでまあ大本命の全仏オープン、来週の今日ですか、5月の26日に行われますけども、あと1週間しかありません。でまあ1週間までこうなればいいんですけどね。まあその後痛みで棄権した後、その怪我の容態とかっていうのが記事に載ってないんで、まあどうなったのかはちょっとわかりませんけども、まあ1週間、休んで、頑張っていってもらいたいと思います。で、大坂選手の戦い方見てると、やっぱ彼女進歩してますよね。クレーコートどんどん進歩してる。なんでね、ゼロトープはその怪我さえなければほぼベストな、状態で、もちろん技術的にもクレーで戦う上でも技術的な面でも、まあ、いい状態で臨めるんじゃないかなとは思います。もうこの親指の付け根のこの痛みが取れてるかどうか、それ次第ですね。まだ若干、なんていうんですかね、クレーコートって、こう滑りながら打つところがあるんですね。まだその滑りながら打つところを、まだ、得得してないかなっていうところが、まだ若干見れますけども、まあ、とにかく彼女は悲願であった、グランドスラムの大会で、第一シードとして臨めることが決まりましたから。まあ、彼女としてはもう意気揚々と、記憶に残るような全仏オープンの、プレーをしてもらいたいですよね。で、一方錦織選手ですけども、錦織選手はベスト8でアルゼンチンのシュワルツマン選手にと戦って、まあ、負けたんですけども、このシュワルツマン選手調べたんですけども、身長170センチなんですよね。西岡選手が171センチ、あとは、杉田選手が173センチ。なんでほとんど彼らと変わんないんですよね。それで現在ランキング24位かな ?20位台です。で、今度次週、まあ、発表される、まあ、ランキングではもうちょっと上に行ってる可能性はありますけどね。まあそういう選手に、まあ、打ち負けたというか、なんというか。とにかくやっぱ彼は粘り強いストレークと同時に、クレーコートというのを習熟してます。ものすごいクロスの球を打った時っていうのは、あれ、ズザーってそのクレー特有のズザーって滑りながら、普通あれハードコートじゃ届かないボールですよ。ハードコートで届かないボールでズザーって滑りながら、こう、パコーンって手首で返した。あの鋭角に関してはあのストロークなんていうのはもうクレー校舎ならではのショットだったんじゃないですかね。まあやっぱり背低い選手っていうのはネットで出てもパッシングショットで抜かれたりなんかするんで、もう粘ること以外はあまりできないんですよね。それはもうあれですよ、身長170センチで最高到達点が3メートル60センチぐらい、バスケットのリングが300、バスケットのリングの高さが305センチなんで、170センチで最高到達点が350センチぐらい到達できるような、そういう選手であればネットプレーだって十分できると思います。けどなかなかそんなスーパーマンはいませんよ、やっぱり170センチぐらいだともうベースラインでもう粘るしかないんですよね。まあそれでものの見事に、まあ、錦織選手に粘り勝ちというか、そんな感じですね。で、錦織選手の、状態ですけども、本人はまあ、よくはなってるけども、何人では気持ちよくこうフォアハンドが打てないみたいな、まあ、なんか試合の流れ、掴む前に相手に掴まれちゃったよみたいな、まあ、そんな感じのこと、いまいちこう乗れないんでしょうね。まあ、ある種のスランプなのか、まあ、不調なのかというところなんでしょうね。ただ、それは彼は世界ランキング、6位だと思うんですけど、その世界ランクがその10位以内の選手が、スランプとか不調だっていうのは分かるんですよね。全く下手な人がスランプとか不調になっていても、いや、それとは下手なだけだろうというだけで終わっちゃいますからね。だから錦織選手の場合は、まあ、不調、まあ、スランプ、一種の、まあ、一時的な不調に陥ってる可能性あります。ただ、本人言ってましたけども、徐々に良くなってると言ってるんでね。まあ、とりあえず来週、あと1週間、5月26日ですか、
本戦が始まります。あと全仏オープンはこの2人以外の日本人選手も何人か登場すると思います。その選手も、含めて日本人選手頑張っていってください。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。